九州電力の株主総会が26日開かれ、株主から原発再稼働に反対する意見が出されましたが、否決されました。株主総会が開かれた福岡市のホテル前では、雨が降り続く中、市民団体が原発いらないなどのメッセージを掲げ、原発の再稼働反対を訴えました。総会でも株主から原発再稼働反対を求める提案が出されましたが、九電側は繰り返し理解を求め、議論は終始噛み合いませんでした。今回の株主提案の、原子力に対するいろんな議案をいただいておりまして、昨日の段階の株主の皆さんの賛否の比率は、原子力再稼働反対とか原子力反対関係の実は賛成比率は 5、6% でございまして、去年とあまり変わっておりません。5、6% ぐらいでございますので、そういう株主の皆さんの、いわゆる賛否の数から言えばですね、原子力の再稼働についてのご理解は賜っているのではないかというふうに思っております。